品川萩族は、品川萩や、白花品川萩などを含み、スイートクローバーとして知られる、豆科の族の一つである。この仲間は、工作地の雑草や牧草地の植物として知られ、アジアからヨーロッパにかけての地域に原産するが、現在は、世界中に帰化しており、広範な地域で見られる。この族の植物は、スイートグラスによく似た、甘い香りがある。 両者ともに、方向物質のクマリンを高濃度で含んでいる。クマリンは、スイートクローバーが発酵、または腐敗する間に、微生物によって、工業結作用のあるジクマロールに変化する。この化合物が、いわゆるスイートクローバー中毒の原因であった。スイートクローバー中毒の研究と分析は、最終的に、工業個材としてのワルファリンの発見と利用に道を、 開いた。詳細は、スイートクローバー中毒を参照のこと。品川萩属は、カリアフェラフリシャラヤシートリフォリなどを含む包みのノガ属の、幼虫の食草の一つである。品川萩属は、窒素や有機物を増加させるために、工作地の土壌にそのまま吸き込まれる緑肥として、使われる。根を深く張るので、硬質の土壌で特に有用である。 しかし、土壌の酸性度が高すぎると失敗する。8から10インチになった頃にすき込まれるべきである。主皮処理をしていない種子は、土壌が湿りすぎない春にまくのが最適である。主皮処理をしたものは、晩秋にまく方が良い。そうすれば、翌春に、競争相手の雑草よりも先に発芽して、他の雑草の生育を抑制できる。 品川ハギ属には現在は19種が確認されている。日本の従来種に、品川ハギ属の植物はないが、品川ハギなど数種が帰化している。ABCDE ウッドゲート、キャサリン・マックステッド、ナイジェル、ベネット、サリタ、ジェーン、ジェナティック・リソーシズ・オブ・メディテレニアン・パスチュア、アンド・フォーレージ・レギュームズ。イン・ベネット、サリタ。ジェーン・コックス。 フィリップ・スタンリー、ジェナティック・リソーシズ・オブ・メディテレニアン・パスチュア、アンド・フォーレージ・レギュームズ、カレント・プラント・サイエンス・アンド・バイオ・テクノロジー・イン・アグリ、33、ノルウェル。MA、クルーワー、アカデミック・パブリッシャーズ、P203、ISBN0 から 792355229, カール・ポール・リンク、ザ・ディスカバリー・オブ・ジクマロール・アンド・イッツ・シークルズ。サーキュレーション。19、 97から1 0プミド13619027、h t t p c i、ah、r c a h a j o u r n a l s o r g c g i r e p r i n t 1 9 1 9 7 p d f 2 0 1 0年11月29日閲覧。5 a c r e ー i n d e ンデ n d e n c e by M.G. カイン n 1973スピーシーズノーマンクラッチャーイングリン。2010年11月29日閲覧。ありがとうございます。